はい、皆さんこんにちは、レック司法書士専任講師の雲野です。皆さんこんにちは、レック司法書士専任講師の鍋島です。今日はですね、私が渋谷駅前本校で、初級講座を受け持っていた時のですね、教え子である、鍋島講師、1回目の受験で司法書士に合格した強者です。彼を交えまして、司法書士を目指すにあたってのですね、この勉強方法について簡単にお話をさせていただこうと思います。どうぞ最後までお付き合いください。それでは鍋島さん、はい、いろいろ伺いたいんですけれども、はい、行政書士を取られてから司法書士を取ろうとしたきっかけを教えていただければと思うんですけども。はい、行政書士合格してから、行政書士の仕事を細かく調べていって、ちょっとその時の私の能力だったりとか人間関係で考えても、仕事をやっていけないかなと思って、で、タイミングよく母がレックで司法書士の講座を受けて受験をしている途中だったんですね。なので、それを思い出して母に連絡をして、ちょっと状況を話したら、司法書士は合格すれば就職できると聞いたって言っていたので、じゃあ受けてみようかなと。で、実際にあれですね、お母様と同じ年に受かられたんですよね。それで司法書士の、実際にはレック予備校としてレックを選ばれた、そのレックを選んだきっかけ等を教えていただければ。きっかけは、やはり母が、レックで、そのレックの中を知っていたと。で、とてもいいんじゃないかと。法律系だったらやっぱりレックだねっていうことを言っていたっていうのと、あと私が通うとしたら、ここの、渋谷だったんですけども、そこになるだろうというのを踏まえた上で、雲野先生のことを母も、ガイダンスかなんかで知ってはいて、とてもいい先生だと思うよということで、もう最初からガイダンスも何も私は行かずに、初めて渋谷校に行った時はもう申し込みの日というような格好で、渋谷校で雲野先生のクラスって決めていきました。実際あれですか、予備校を使って何が良かったですか？まず一つ目には、その取捨選択っていうんですかね、ここはやんなくていいっていうところがはっきり分かる。独学でテキスト開いてたら多分全部が必要だって思ってしまうので、ここはいらないよっていうのを、指導してもらえるっていうのが一つ。それから、テキストを自分で読んでただけだったら理解するだけでもう何回も読んで、他のところも読んで、もう何日、もう下手したら何ヶ月かかるんじゃないかっていうところが、本当にものの 2,3 分その説明してもらう、知ってる人に説明してもらうっていう、聞き方をすることによって、本当に 2,3 分とかで分かっちゃう、その部分が一番大きいのかなとは思います。あとは、復習の仕方ですかね。直前期の勉強の仕方とか、やっぱりなかなかこの試験自分でその勉強方法を編み出すの難しい、そうですね。そういうのを聞けるっていうのは多分大きいのかなというふうに思うんですよね。あとは試験科目がね、やっぱ多いので、それを自分でなかなか、こなそうとすると相当大変なんだろうなっていう、そうですね。やったことがないので分かんないですけど、なかなか難しいかなとは思います。あれですか、勉強時間はじゃあどれぐらい取ってました？勉強時間が、測ってないんであまり分かんないんですよね。多分短い日だと本当30分1時間でもうやめちゃってただろうし、長い日はなんか延々やったりした日もありましたけど。働いたんですよね、当時ね。働いてました、ね。で、勉強時間、確かにその今司法書士の受験生ってほとんど働いてる人がメインなんで、勉強時間に関してもよく質問されるんですけどね、その例えば一冊の本を読むのにかかる時間って人によって違うじゃないですか。だから同じことを習得するのに、ある人は3時間、ある人は1時間、ある人は、7時間かかるかもしれない。でもそのゴールである、ある事実を、ある知識を習得できたってゴールが同じだとすると、じゃあそこに何時間かけましたかっていう議論をするのはあんまり意味のあることではないと思うんですよね。でだったらば同じことをゴール習得できるのに3時間で終わった方がかっこいいと思ってたタイプなんで、むしろもう今日やろうと思ってたことが思いのほか短く終わったら、もうその後酒飲んで寝ちゃうとか、そういうふうな、もう自分のご褒美として、もう勉強しないっていうふうだったんで、なんかよく
あの受講を検討されてる方に何時間勉強すればいいですか、うんうん、何時間勉強しなきゃダメですかって言われると、いやそれはね、うん、人によって違うよっていう、そうですね、うん、よく聞かれるんですよね、そうなんでも皆さんだから何時間っていうの欲しいんでしょうね、そういう明確な あれがあの、でもその何時間って、うん、単純に机に向かってる時間で聞きたいでしょみんな、うん、例えばそれが5時間だとしたら、あ5時間机に向かってたからって言って自己満して終わるんですよ、うん、そうそうそう、でも5時間のうちね、あの気づいたら鼻毛切ってたりとかする、鼻毛を切らないか気づいて鼻毛切ってるっていう人は爪切ったりとか、うん、そう、なんかしてるでしょ、鏡見たりとか、スマホいじったりとか、うん、そうそうそう、なのでそうじゃないんですよね、うん、だからこれは今日やらなきゃいけないとか、うん、いつまでにやらなきゃいけないっていうのをやった上でまだ集中力が残ってれば、他のまた別のやんなきゃいけないことをちょっと追っかけてやったりとかっていう勉強法をしてたので、何時間って分かん、本当に分からん、まあだからもう本当にもうそれでもでも教えてくださいっていう人には、まあ私はあの勉強開始する一つのその目安だから、自分が勉強する環境にそもそもあるのかどうかの目安として、うん、1週間に純粋にその24時間の勉強時間を取れないような状況であれば、そもそもこの司法書士の勉強を開始するのはちょっと早いかもよっていうのは言ってます。でもその24時間っていうのはそのもちろん週の中で24時間だから、ある日1時間しか勉強しなくても週末6時間7時間、まあ、とにかく足して1週間で24時間っていうのが一つの最低限度の目安だよとっていうようなことは言ってはいるんですけど、ただじゃあ24時間ずっと勉強時間割けば受かりますかっていうと、それは違う、で逆に言うと、じゃあ1週間に60時間勉強したら受かりますかって言われてもそれも違う、うんうん、専業受験生があの、ね、100% 受かるかっていうとそれは絶対受からないわけで、うん、でかと思えばね、生島君みたいにその仕事しながらでも1回で受かるっていう人はまあ現に毎年出てきているんで、うん、だからこの試験っていうのは本当に量は絶対必要なんですよ。量は必要、勉強時間の量は必要だけれども、じゃあ量をやれば受かるかっていうとちょっと違う、うんうん、でそのさらにじゃあ、質と量を兼ね合わせて いかなきゃいけないにしても、その質っていうのをじゃあ自分で判断する独学っていうのは正直きついだろうなっていうのも、そうです ね、うん、ね、まあ、よほどの、ね、理由があったりとか、うん、っていうんだったら別にあのダメとは思わないですけど、まあ、否定はしないけど、うん、まあ予備校の方が絶対効率はいいですよね。そうですね、うん、まあ、あの勉強時間、かけられるのが有限であればある状況の人ほど、ね、うん、一番、効率のいいところ、一番質のいいところに時間かけてもらいたい、そうですね、そういうそのどこに時間をかけるべきかを我々が皆さんにお話しして、ね、アドバイスできる、まあ、そのために利用していただく意味があるのかなとは思うので、うん、ぜひね、もう使えるものは何でも使って、もうよく言ってるんですけど、レックを、ね、利用していただくんであれば、もうレックもいろいろなサポート体制整ってますから、もう使えるものを全部使って、ね、早くレックを卒業してほしい、もうレックに長いこと言っちゃダメだよっていうのを本当に、うんね、もう受講生に言ってるんですけど、そこをねぜひあの意識して、使うからには短く、あ、ね、濃く、うんね、使ってもらって、そしてあの最終的にも司法書士として、ね、依頼人の役に立っていくっていうのが最終目標でしょうから、もうそこを目指してね頑張っていってほしいなというふうに思っています。じゃあですね、今日はあの独学か、予備校利用か、司法書士のおすすめの勉強法についてですね、思いつくままつらつらとお話をさせていただきましたが皆さんのお役に立てたのであれば幸いです。それではじゃあ私からの話は、以上で終了させていただきます。皆さんご清聴どうもありがとうございました。